はい、こんにちは、116インズです。今回はとある選手の MLB 昇格について話していきますが、インディアンスの31歳の左腕アンソニー・ゴースが先日 MLB 昇格を果たしまして、その日に行われたロイヤルズ戦で投手として MLB 初登板、1回3分の2を投げて失点はしてしまったんですけれども、 MLB 初三振を現在ホームラン王のサルバドール・ペレスから奪うという彼の一生の思い出に残るであろうワンシーンもありました。ゴースの名前、割と最近聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、実は彼は東京オリンピックのアメリカ代表にもゴース入っていまして、日本戦でも登板していましたので、それでなんとなく覚えてるよという方も多いかもしれません。左腕ながらとにかく球の速さが魅力的で、最速は101マイル、 MLB 初登板でも最速 100.5 マイルを記録し、これからこの剛速球を武器に MLB で好投できるといいですよね。このゴースもそうですが、最近オリンピックのアメリカ代表の選手たちの MLB 昇格が相次いでいまして、デイビッド・ロバートソン、ジョー・ライアン、シェーン・バズ、エディ・アルバレスなど、オリンピックで銀メダルを取ってさらに MLB でもプレーと、彼らにとってはここ1ヶ月くらいは本当に嬉しいことの連続といったところでしょうかね。さて、今回 MLB 昇格を果たしたゴース、彼について簡単にご紹介しますが、先ほども少し触れた通り、最速101マイルを誇る速球派の左腕で、オリンピックでは5回3分の1を投げて無失点、左投手部門でベスト9にも選出されました。マイナーではインディアンスのトリプル A で28試合に登板し、防御率 3.55、 33回で49奪三振、28四死球と、なかなか荒れ玉なことがここからも伝わってきますが、ただオリンピックからの復帰後は14回1失点22奪三振と、内容も非常に良かったようでして、そういったことも今回の MLB 昇格につながったのかもしれません。で、このゴースなんですが、ただ球が速いだけのピッチャーでは実はないんですね。ご存知の方も多いかもしれませんが、彼は元外野手でして、2012年開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは全体39位、結構なトッププロスペクトとしても知られていました。2012年から2016年までの6年間ブルージェイズとタイガースで実際に MLB でプレーもしていましたので、野手としても MLB 昇格できるくらいの実力の持ち主ではあったんですね。ゴースはプロスペクト時代から特に身体能力の高さが評価されていまして、爆発的なスピードを持っていましたし、また肩も非常に強かったことから、ブルージェイズが彼をアストロズからトレードで獲得した際にはゴールドグラブ賞クラスのセンターになれると、当時のブルージェイズのアレックス・アンソポーロス GM もコメントを残していました。実際スピードの面では通算で57盗塁を記録していますし、あとは肩の強さという面でも、そういった部分はメジャーでも間違いなく彼の強みではあったんですが、ただバッティングがとにかく伸びなかったんですね。ゴースのバッティングに関しては MLB に上がってからも荒削りのままで、通算打率は2割4分、出塁率にしてもわずかに3割9厘とレギュラーとしてはちょっと厳しいような水準で、またマイナー時代に関しても通算打率2割5分2厘、出塁率3割2分7厘でしたので、バッティングに関しては常に彼の課題ではあったんですね。ゴースのスピードを攻撃面で生かすためにはとにかく出塁することが必須だったんですが、これができなかったと。またこのタイプの選手にしては三振が非常に多く、通算の三振率が 28.2%、 野手としてプレーするのが結果的には最後の年となった2016年のタイガース時代はわずか101打席で38三振とひどいありさまでした。いくら身体能力の面で突出していたとしても、このバッティングでは MLB で生き残るのは難しく、また彼の打撃不振も最終的には相当深刻なものとなってしまい、2016年は AAA はおろか AA まで降格、 AAA では監督とトラブルになったということもありました。この年のオフにはチームから DFA、 MLB の42枠からも外されてしまい、当時まだ26歳でしたが、キャリアの瀬戸際に立たされてしまいました。2017年のスプリングトレーニングでも残念ながら結果を残すことはできず、開幕ロースターに入ることも叶いませんでした。打者としては完全に天井が見えてしまっている、そんなキャリアの岐路に立たされたゴースはとあるアイデアを思いつきます。なんとチームに対してピッチャーに転向したいという意思を伝えたのでした。ゴースは高校時代ピッチャーもやっておりまして、その時点で最速97マイルと高校生としては結構なスピードを出していたそうで、スカウトからもプロでピッチャーを続けてほしいという打診も受けていたとか。しかしゴース本人は速球一本では厳しいことを理解していまして、ピッチャーを続ける気はどうもなかったようでして、そのため野手としてプロ入りしたという経緯がありました。それから結構時間が経ちましたが、ただ今回はもう話が別、ピッチャーをやりたくないと言っているような場合ではなく、もうこれしかないとゴースも感じたんでしょうね。野手としてのキャリアを捨て投手転向を決意。当時のタイガースのオースマス監督はこのゴースのアイデアについて、投手としての経験の少なさを補うためには柔軟に様々なことを吸収する必要があるとしながらも、彼と同じく左腕で野手から投手に転向したショーン・ドゥーリトルの例に触れながら試す価値はあるのではないかというコメントを残していました。
こうしてゴースの野球選手としての新たな章が始まったんですね。ただピッチャーとしての素質があるとは言っても、あくまでそれは高校時代の話。いくらボールが速くともそれだけでいきなりプロレベルで通用するほど甘くはなく、2017年ハイエーで投手デビューを飾りましたが、この年は11試合で防御率 7.59、 その後はレンジャーズ、ルール5ドラフトで一瞬アストロズに移籍したのを挟み再びレンジャーズ、今のインディアンスとチームを転々としますが、成績からしてコントロールが壊滅的だったようですね。2018年 AA で19回3分の1を投げて23個の四死球。2019年も AA で、この年は防御率こそ 3.50 と悪くない水準ではありましたが、18回で四死球20個。まあ、ずっとバッターとしてプレーしてきたことを考えれば、全体的な成績自体はむしろよくやっているくらいなのかもしれませんが、投手として見てしまうとなかなか厳しい感じではありますよね。もちろんいきなりマウンドに上がってハイストライク投げてねと言われてもそう簡単にいかないんで、それはしょうがないんですけれども、まだまだピッチャーとしては経験が必要という感じでしょうか。私も草野球でよくストライクが入らなくなるので気持ちはよくわかります。まあ、そんな私のどうでもいい話は置いといて、投手経験が乏しい中で昨年はマイナーが中止となってしまったのもゴースにとっては逆風でしたよね。投手転向から4年、若かった彼も30代に突入し、 MLB のマウンドに立つことが実現しないかもと考えたことも実は何度かあったそうなんですが、ただそんな中でも諦めることなく、今季はついにトリプル A まで到達。冒頭でも触れた通り、33回で28個の四死球と荒れ球なのは相変わらずではあるんですけれども、オリンピック後の好投、14回で1失点と結果を残したことに加え、課題の制球面に関してもオリンピック後の14イニングでは四死球6個と、これまでの彼と比べたら成長も見え始めまして、そして投手転向を決めてから4年半後の2021年9月、ついにピッチャーとして MLB へのカムバックを果たすことができました。ということで、投手転向という判断が結果的にはキャリアを救うことになったアンソニー・ゴース。たまにこういった形で元野手が投手に、あるいは逆のパターンで MLB へのカムバックを果たしますが、ただこの後の課題となるのは、この先も MLB で生き残り続ける点ですよね。一瞬だけカムバックすることはできても、そこから MLB でプレーし続けることができた選手は本当に一握りですので、ゴースも31歳にはなりましたが、ここからリリーフピッチャーとして新たなキャリアを築くことができるのか、MLB レベルでも結果を残せるのかが焦点となってきそうですね。目指すはゴースと同じように速球挟まんで、野手から転向したドゥーリトルですが、ドゥーリトルは投手にコンバートしたおかげで、すでに MLB で10年のキャリア、今なお現役で活躍していますが、彼みたいになるのがゴールですよね。スピード自体は最速101マイルと、左腕としてはズバ抜けたものを持っていますし、ある程度コントロールさえできるようになれば、ブルペンの後ろを任されるようなパワーピッチャーになれる才能はあるんじゃないかと思っています。もちろんそう簡単にドゥーリトルクラスのリリーフになれるとは思ってはいませんが、ただこちらのインディアンスの公式ツイッターのツイートの通り、夢を諦めなければ何が起こるかはわかりません。幸いインディアンスというチームも投手育成に秀でた球団ですので、チームの力も借りながらゴースの才能を最大限発揮できることを祈っております。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。